松平乗り継ぐ松平乗り継ぐ昭和4年7月13日は明治から昭和時代初期の政治家家族死者貴族院議員三河国に使用藩主松平城禅の逸夫。妻は大河内明星の娘美智子子に松平城とおじで最後の藩主松平乗り佐都の養子となる明治6年に養父の死を受けて 家徳を継ぎ、明治十年、小牛久市、佐野城民、桜井忠興らと白愛者の設立に尽力。明治十四年に、区内省御用係となり、明治十七年七月三日には、大城官御用係に就任、収支官勤務となる。同年七月八日、死者を除職。同年十二月に、第二局に移動となるが、明治十八年三月マシンにかかり辞職する。 明治20年、日本赤十字社に入り、第4回赤十字国際会議に、ドイツ留学中の森尾外と出席する。明治23年7月10日、貴族院議員となり、研究会に属し、大正14年7月まで務めた。大正2年日本赤十字社副社長に就任し、大正7年まで務めた。昭和4年、79歳で没した。ありがとうございます。